うん、はい、ドミソドミソドってあの米で吹いてる、はい、のドミソドミソド。ドミソラダダダダ。あ、ラ、ラ、ラの音。今のはシの音ですよね。あ、うん、そっか、そっか、そっか。ちょっと待ってくださいね、はい、じゃあ、はい、18ですけど、はい、ちょっとこれ、はい、倒せ、ラスピースを置くところをじゃあこれにしましょうか。あ、ちょっと待って、まだまだ、はい、ハンカチがどこかにありますから。タオルの、あ、ここにありました。ここにありました。あ、ここを広げて、はい、で、で、これ、はい、さっきのドドド普通のド、ドミソ、オッケーオッケーオッケー、わかりましたね。そう、高い音に行った時の、はい、口の締め方をもっと徹底すればいいのかな。音の出ない奏法じゃないと思うんですよね。当たってるとこも粘膜に当たっちゃってますか。あ、ちょっと粘膜に当たってるのか。これも先生のブログ見て
最初の小さめのマスピースの時はもうこの辺だったんですよ、はいはい、でそれをもうここにこう乗っけて吹く練習はもうここ2ヶ月ぐらい徹底したんですね。ははは、うん、でもやっぱりこう上がったり下がったりして、練習するとずり下がってきちゃうんですね。日野照さんなんかの記事読んでくれたでしょ。見ました。あの人ひどかったですよね。あこの辺だったですからね。あれで今はここについてなるべくだからその粘膜じゃないところに当たれば大体高い音は出ると思うんですけどね、この音がちょっと濁ってますよね、はい、うん、ということはそこのところでその高い音が出るとかっていうよりあのまずリードのセットがもしかしたらあの不完全なのかもしれないですよね、うんうん、じゃないときれいにリードができてれば、うん、ちょっとこの音出してみてください、はい、ドーッと、うん、その音が分かるでしょ、ちょっとブルルルルルって言ってる感じがね、はい、それがこういう何だろ う, こう全部唇が完全に振動した感じに な, る、はい、なれば高い音も多分出るようになると思うんですけど、はい、濁ってないですよね、音、はい、今だからこういう状態じゃないかな、出しにくいんですよね、はいはい、うん、出しやすくなるんですよね、ですからそのちょっとした唇のリードの作り方がそこで多分不完全なんだと思うんですよ、そこのちょっとしたそのマスピースの合ってた時の唇のこの逃がし方とか、その辺かな、もしかしたらそれができたら、うん、今これでも出ますよね、うん、そんなに出にくいわけはないわけですよね、ちょっと出にくいかなと思ったんですけども、今吹いたらとりあえず今ぐらいの音なら、はい、もう一回ちょっとハンカチで吹き直してください。はい。